こんにちは。3月21日土曜日、今日は和音のことについて、説明したいと思います。この講義も、10回目になりました。ちょっと今ついさっきまでリカちゃんが来てくれて、合格の、知らせをしてくれました。本当に良かったですね。おめでとう。でさっきまでちょっと喋ってたのでちょっと涙目です。嬉しいです。はい、はい。和音って言ったら、まあ、どういうことかというと、まあ、例えばなんですけどツェイドゥアの1の和音ね、ドミソツェーゲーって、まあ、同時に、ね、なってる。で、あの2つ以上の音が同時に鳴り響いた時のその合成した音のことを和音って言います。はい。で、まあ、皆さんがよく使うのは、まあね、ハーモニートレーニングとかで、ね、よく使ってる1、4、5とか出てきているので、まあ、馴染みがあって、そんなには難しくはないと思うんだけど、ちょっと復習を兼ねて聞いてくださいね。はい。和音の中でも特に、今日説明するのは3和音っていうのと7の和音、ね、セブンスって言われてるやつですね。その2種類について、ちょっと伝えようと思います。まず3和音なんですけど、まあそのままですね、3つの音から成り立っている和音のことです。まあ、これがまさに3和音になります。で、3和音の中でも、それぞれの名前がついていて、このツェーの音、まあ、ツェードゥアの中の1の和音ですけど、これを、まあ、1の音って言ってもいいんだと思うんだけど、特別な名前がついていて、コン音、まあ、ルートって言ったりもしますね。1番目の、一番下の元となる音です、コン音。で、ここ真ん中の音はドレミって、まあ、3度上、ね、なので3、第3音で、まあ、これが続いて、5度上なので、完全5度上なのね、なので第5音ですね。というふうに名前がついているので、基本これを覚えてください。知ってる？大丈夫かな？コン音、一番下のツェの音がコン音、 A の音が第3音、5番目、ツェの音が第5音ですね。はい、この名前しっかり覚えましょう。はい、ではセブンスって言ったら、これにさらに一つで3度上の音がくっつきます。これ第7音ですね。で、この4つの音になると7の和音ということになります。はい、では3和音の中でも種類があります。今ちょっとピアノで弾いてみるけど、ツェを高音にしてっていう時と、それからこれもツェを高音にした3和音です。もう一つ、これもツェを高音にした3和音なんですけれども、それぞれに名前がついています。で、それは、まあ、ツェから数えて、何度上の音、何度上の音で構成されているかによって、決まります。はい、ではまず基本になってて皆さんあの馴染みがあると思うんですけれども、ツェ、エー、ゲドミソの和音は、まあ、じゃあ関係性を見ましょうか。ツェと A の関係性は
1,2,3,4,5、まあ、全音全音半音、全音全音でできているので、これは超3度だったね。で、超3度で、じゃあ3音から5音っていうのは、ここは半音一つ挟んでいるので、ここは単3度、超3度と単3度の組み合わせによってできている和音のことを超3和音って言います。半音で言うと1,2,3,4,5 1,2,3,4、基準音から数えますね。 1,2,3,4,5、 半音5個上、そしてその音から数えて 1,2,3,4、 半音4つ、5,4 と覚えてもらったら、まあ後で活用できるかと思います。半音の数は5と4です。はい、では続いて今度はせーと、今度 S、 せー、 S、 げー、この関係性を見ると、まあ、ちょっと半音下がるのね、真ん中の音が。なので、5,4 だったのが半音が4,5になりますね。そしてせーと S の間は単3度、 S とげーの間は超3度、ね、超3度と、単3度と超3度、単3と超3の関係の関係でできている和音のことを単3和音って言います。はい、篠原くんが面白いシャレを言ってくれると、ダジャレを言ってくれると期待します。はい、超三和音と、単三和音、半音の関係で言うと5,4で、単三和音は4,5です。はい、では皆さんね、まあ、今せを起点にして考えたんだけど、ではじゃあ F を起点にして考えると、 F の、まあ、超三和音は5,1,2,3,4,5、普通のアの音で結構大丈夫です。で、じゃあアから数えて4つ上 1,2,3,4 っていう普通のせでいきますね。これもだから超三和音になります。じゃあ単三和音を F から作ろうと思うと、真ん中のアにフラットをつけると、F から F を起点とした、まあ、単三和音ができますね。はい、そこまではまあ簡単だと思います。ではさらに、じゃあさっき超三和音ってやったんですけど、超三和音は根音と第三音の関係は、超三度だったね。超三度だった音が A になるんだけど、 A からさらに超三度上の音を重ねます。そうするとギスの音は重ねてほしいんですけど、そうすると超三度、超三度っていう、ね、関係性になります。で、半音で言うと 1,2,3,4,5 の関係性は、増三和音って言います。ちょっと鳴らしてみますね。5度上、ごめんなさい、超3度上で、さらに超3度重ねる、こういう響きになります。これが増三和音っていきます。これもまたダジャレできそうですよね。増三和音、はい、ここまでいいですか。はい、では逆にさっき単三和音を作った時に3音までが単三度でしたね。じゃあ単三度と単三度を組み合わせると今度どうなるかというと、こういうことになるんだけど、せーすげすで、これで単三度、
炭酸度、炭酸度、炭酸度、炭酸度の組み合わせ1、2、3、4、1、2、3、4、半音の数で言うと4、4。これは減酸和音っていうふうに呼びます。減酸和音ね、鳴らしてみますね。難しい。炭酸度上、さらに炭酸度上、こういう響きになります。はい、そこまでちょっと4種類急いでいったんですけど、この響きは何でしょう。調酸和音。はい、では簡単ですね。炭酸和音ですね。続いて減酸和音。はい、ここまでが酸和音の、ね、種類です。ではセブンスもちょっと説明したいと思います。セブンスは、まあ、大きく分けて炭酸和音の上に、炭酸和音を重ねる形、あるいは、あ、ごめんなさい、調酸和音の上に炭酸和音を、あ、炭酸度を重ねる。ちょっと待ってね。正、A、下、調酸和音の上に炭酸度を重ねる。なのでこうなりますね。待ってるね。炭酸度。はい。で、炭酸和音の上に同じく炭酸度上に重ねるのもあります。この2種類あるので、調酸和音の上に、炭酸度重ねた形。炭酸和音、調酸和音の上に、半音で言うと4つ上の音を重ねるとセブンスっていうコードになります。はい、そこまでいいかな。また分かんなかったら部活の時に聞いてください。はい、では続けよう。はい、次にちょっと時間があんまりないかな。展開系ね、こっちにちょっと準備してたんですけど、展開形っていうのは、例えばドミソってあったら、ドミソ最低音はドだったんだけど、そのドを上に持っていきますね。こうやって変えていく。なのでドミソとあったものをミソドね、ちょっと上に持っていきます。そうすると、これが第一展開形って言います。で、じゃあ第二展開形は、今度は A が最低音だったのか、今度は Gを最低音にします。だから、ソ、ソ、ド、合ってるかな？大丈夫かな？はい、第一展開形、第二展開形。で、ちょっと詳しい説明は省きますけど、4和音でもいけますよ。例えばソシレファ、これも第一展開形がシレファソーになりますね。でシレファ、シレファソー、シレファソーでレファソーシーとかね、レファソー、ソシレファ
ソシソシレファシレファソシエレソシレファシレファソレファソシね、4和音の場合は、もう一個第一展開形第二展開形第三展開形までねありますね。で、実を言うと、まあ、その展開形を表す言葉っていうのがあるんですね。例えば、このドミソのね第一展開形はミソドだったけど、第一展開形最低音とセの度数はミファソラシド1,2,3,4,5,6,6 度っていうことで、最低音とこの高音との映ってんのかな、高音との関係性が6度なので6の和音っていうふうに表しますね。なんでまあ書き方こうやって書いたりします。まあだからあの数字の横にまた数字書いてるときはその和音の展開形の種類を表しているので気をつけましょう。はい。で第二展開形の場合、これも最低音と高音との間で、最低音と、このね第3音との、度数を表すと4度と6度なので四六の和音っていうふうに名前がついています。四六の和音ね。はい。で同じようにまあ7の和音の場合は第一展開形ちょっと高音と第7音との関係を取ると今度は5、6の和音っていうふうに名前がついています。で第二展開形の場合は3、4の和音って、まあ、その高音と高音、最低音と高音とか最低音と7音と の音程感を表してるんですけど3、4の和音って言います。でこれ第三展開形の場合はシドミソとかなるね、シドミソとかなったら最低音と、高音との間が2度なので2の和音っていうふうに名前が書いてあります。みんなちょっと展開形を、自分なりに五線紙を使って、練習してみてください。でそれぞれこういう名前もついているのでこのことこういう概念があるんだよっていうことを覚えておいてほしいです。はい。ではそこまでにしたいと思います。まだちょっと和音についてまたお伝えしたいことがあるのでできるだけ早くアップしたいと思います。はい。では今日は和音について学びました。で、まあ、これはチェードアの、ね、中のドレミファソラシドの構成音の上に3和音を作った形なんですけど、これを使って次回は発展させていきたいと思います。はい。それではまたね、次回会いたいと思います。さよなら。